皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。優勝賞金1億5000万円を目指し、全世界のパフォーマーがしのぎを削るアメリカの人気オーディション番組、アメリカズ・ゴッドタレントで日本人2人が快挙を達成した。五味祐ヤ37、と中村龍太郎、37、の同級生コンビ、シューマッハ、が、審査員特別賞に当たる、 ゴールデンブザーを獲得。日本の芸人史上初の偉業を成し遂げた。画像、かっこいい、ゴールデンブザー獲得直後にポーズを決める、シューマッハ、の二人。今回の、ボットタレントシーズン19、予選には、とにかく明るい安村、43、や二人の同期の、チョコレートプラネットも参加していたが彼らを上回る評価を獲得した。ゴールデンブザー獲得により、 シューマッハは飛び級で次のステージに進出。世界一のエンターテイナーの栄冠獲得が本格的に見えてきた。そんな二人に快挙達成の喜びを聞くと、意外な裏話を明かしてくれた。中村、最後のチャンスだと思って出場したので、まだ通過点ですけど、なんとか結果を残せてほっとしています。ゴミ、あの番組って、コメディアンに厳しいと言われていて、 予選でで合格しててもも放送されないないんんこともあるんですよ。だからまずは放送されることを目指して出場したんですでもそれ以上の結果となって嬉しいより驚きが大きかったですね中村これ2人の共通認識だと思うんだけど本番直前にプロデューサーの方に他にも日本から安村さんとチョコプラが出場するって聞いた時に絶望したよね ここまで来たのに結局はチョコプラに話題持っていかれるのかよって笑ゴミ本当にねだからゴールデンブザーが鳴った時はなんとかこっちにも話題が来てくれるかなってそこが一番に嬉しかったですねボッドタレントのステージでは動物モノマネのタイツ芸で観客を総立ちにさせた犬シマウマユニコーンキリンと披露 中村がゴミの尻に顔をうずめてキリンを完成させると会場は大歓声に包まれた出場に至るまでの戦いきさつをこう語る中村仲良い芸人でユンボダンプウエスピー36という芸人がいるんですけど言葉を使わない芸風を得意としていて先にゴッドタレントに挑戦していたんですよなので彼らができるなら僕たちもできるんじゃないかということで ゴミと言っても海外ですからどうエントリーすればいいのかわからないのでウエスピーにめちゃくちゃ相談しましたね中村ウエスピーは SNS をバズらせたらオファーが来たみたいですなので僕たちも去年の夏から毎日 TikTok に新作ネタをアップするのを決めて投稿していましたそしたらある動画がバズって 本当にオファーが来たんですよね。ゴミ、でも最初にオファーが来た時は海外からのメッセージなんて普段来ないので本物なのかって疑っていて最新の対話型 AI のクロード AI に聞いてみたらそれは詐欺の可能性がありますって言われたので最初は返信するか悩みましたよわら。と入ってもチャンスなので一か八かで返信をしてみたら。 間違いなく本物だったので、そこからはトントン拍子で進みましたね。中村、正直、舞台に立つまで疑っていましたから、無事にネタを披露することができて、結果を残すことができて本当に良かったですよ。もう本当にこれが俺たちに残された唯一の道でしたからね。日本では、何も結果を残せなかった僕たちですけど、芸人の新しいロールモデルになれるかもしれない。 最後に今後の野望を聞いた。ゴミまずはゴッドタレントで優勝を目指したいですね。中村そこは僕も一緒です。あと喋らないネタをやっているとどうしても自分たちの人柄を出すことができないのでトーク番組に出演してもっと知ってほしいなと思います。ゴミ確かに二人とも喋るのが好きなのでこれを機にバラエティ番組を一周してみたいよね。 でも、二人とも結婚しているので、女性絡み系と、怪我しない系の企画以外であれば、何でもやりますよ、わら。中村、もう、売れる準備は整っています。海外で結果を残し、日本へ、逆輸入、という新たなロールモデルに果たしてなれるのか。今後の活躍に期待したい。有料版、フライデーゴールドでは、シューマッハ、の二人が語る、M1、や、 キングオブコントでの挫折や喋らない芸風の誕生秘話などを深掘りしている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。